ピクニックアットハンギングロックは1975年に制作されたオーストラリアの映画、ジョーン・リンジーの同名小説の映画化作品、ピーター・ウィアー監督、1900年2月、オーストラリア・ビクトリア州、アップルード・女ナ学校の生徒十数名が近くのハンギングロックと呼ばれる岩山へピクニックに出かける。 岩山の麓に着くと、なぜか教師たちの時計が12時で止まってしまうが、引卒の女性教師マクロウ先生は、時期のせいだという。午後になり、マリオン、ミランダ、アーマ、イーディスの4人が岩面を測定するため岩山に登る。途中、近くに住むマイクルらの家族と出会い、とりわけ美しいミランダを見たマイクルは、その美しさに心を奪われる。4人の生徒は岩山へ登ると、 頂上近くの岩の上で昼寝をする。突然、ミランダ、マリオン、アーマの3人が起き上がり、イーディスの呼びかけに答えず去ってしまい、イーディスは悲鳴を上げて逃げ帰る。学校では夜になっても戻らない生徒たちをアップルヤード校長が待っていたが、ようやく馬車が帰ってくると、3人の生徒とマクロー、先生までもが岩山で行方不明になったと知らされる。 岩山で捜索が行われるが、手がかりは見つからない。イーリスは泣きながら、皆のもとへ帰る。途中、厳格な性格のマクロウ先生が、なぜかスカートを履かず下着姿で登っていくのを、見かけたと証言する。失踪事件から一週間が過ぎた頃、ミランダを忘れられないマイクルは岩山に捜索へ行く。故事で、マイクルの弟分のアルバートが、心配して、 後を追うと倒れているマイクルを見つける。マイクルの手には女性の服の一部と思われるレースの切れ端が握られていた。その後、アルバートは岩陰で倒れているアーマを発見する。発見されたアーマは気絶していたが、擦り傷程度の怪我しか見当たらず、とても一週間も岩山にいたとは思えない。また、裸足で見つかったが、足は無傷で、 なぜかアーマの服の下残るセットがなくなっている。アーマが見つかり生徒たちは喜ぶが、校長は事件後数人の生徒の親から娘を退学させると連絡があり、学校の評判に傷がついたことに苛立つ。この頃から校長の行動と学校がおかしなことになる。校長は授業料を滞納している生徒生らに復活祭までに支払わなければ退学させ施設に。 入れると通告する。孤児院で育ったセイラは、職員から虐待された過去があり、美しいミランダに憧れていたために、彼女の失踪に心を痛める。一方町には、ミランダ、マリオン、マクロウ先生の3人は死亡したと推定される、と書かれた紙が貼り出される。その後アーマは、意識を取り戻すが、失踪の日のことは何も覚えていない。回復したアーマは、 ヨーロッパに行くことになり、別れを告げるため学校に来る。しかし他の生徒たちはアーマイ失踪の真実を話すよう、爪よりヒステリー状態になり、大勢が泣き崩れ、アーマは逃げるように去っていく。また、教室の片隅では、生らが猫背を強制するという校長の命令で壁際に縛り付けられている。学校から次々と生徒が去っていき、教師も辞職するものが相次ぐ。 校長はアルコールに溺れ、セイラに個人院へ戻るよう言い渡す。一方、アルバートは回復したマイクルに、セイラが別れを告げる夢を見たと話す。アルバートは、実は、セイラの生き別れの兄であるが、ずっと音信不通で、妹のセイラが、アップルヤードにいることを知らない。翌日、2階の窓から身を投げたセイラの死体が音質で、発見される。事件から1ヶ月以上経った3月。 岩山のふもとでアップルヤード校長の死体が発見される。校長は岩山に登ろうとして転落したものと推測される。失踪者の捜索は数年間続けられるが今日まで謎のままである。オーストラリア・ビクトリア州の工業収入報告書によると本作は512万ドルの収入を得た。これは2009年のオーストラリアドルに換算すると およそ3000万ドルに相当し、監督のピーター・ウィアーは、ザ・オーストラリアン・ウィメンズ・ウィークリーにて、同年のオーストラリア国内において、ジョーズ・タワーリング・インフェルノに次3番目に収益を上げたと、語っている。本作は批評家から好評を得ている。映画批評サイトのロッテントマトズは、 35件のレビューに基づき94%の評価を示し、評価の平均点は10点中8.5点である。また、批評家の総意を、視覚的に魅力的な本作はムードがあり、不安定で謎めいているが、オーストラリア映画の傑作であり、ピーター・ウィアー監督の初期の大成功だったとしている。批評家のロジャー・エバーとは、4つ、正満点中、最高点の4つ星をつけている。 また、ラッセル・ボイドの撮影は、ヘビやトカゲ、鳥や花など、ロックの中の魅力的な映像を垣間見せると評した。さらに、本作が、ピーター・ウィアーの成功作であるとし、ウィアーの後の作品、トゥルーマン賞なども取り上げた上で、家にいれば大丈夫だ、という身の安全は、他の土地にさまようと消滅するかもしれないという、想像力が、ウィアーの底にあるだろうとしている。 主な受賞歴を記す。IMDb では、サターン賞受賞の記述があるが、OZ ムービーズは公式サイトに記載がないことを指摘している。イタリアのタオルミーナにて、毎年6月に開催される、国際映画祭。ありがとうございます。